ステンカナウ、ステンコノウは、ノルウェーのインド学者。コノウは1884年に、オスロ大学に入学し、文献学を学ぶかたわらサンスクリットを学んだ。ハレ大学とベルリン大学で、インド学と、インドヨーロッパ語族比較言語学を学び、1893年に、サーマビダーナ・ブラーフマナに関する論文で、ハレ大学の博士の学位を得た。1894年から、 ベルリン王立図書館に勤め、1896年には、オスロ大学のインド文献学講師の職に就いた。1937年に退官した。その間、1914年から1919 19年までの間は、ハンブルク大学で教えた。1900年から、G.A. エグリアソンのインド言語調査に助手として参加した。インド言語調査は、全17部からなる隊長にまとめられたが、 うち六部相当をこのうが編集した。このうの担当部分には、チベットビルマ語族、ムンダ語派、ドラビダ語族、ジプシーの言語、およびそれ以外のインドヨーロッパ語族を含む。プラークリットの研究では、1901年にラージャシェイからカルプーラマンジャリーの工程版を出版した。1906年から1908年にかけてインドに滞在し、 碑文の発掘研究を行った。このうはまた中央アジアの古い言語、特に包サカ語を研究した。このうは1922年に学術雑誌、アクタ・オリエンテイリアを創刊し、没するまでその主編を務めた。同年このうは、ノルウェー東洋学会を創立し、その会長を務めた。ありがとうございます。